はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日もね、天正圏さん来てるんですけど、今回ね、すごい大きいサイズとかじゃなくて限定のものがあって食べに来ました。こちらでございます。焼きあご醤油ラーメンとなっております。トビウオを使った、醤油のラーメンとなっております。で、今回これがね、中細麺を使ってるんですけど、それとはまた別に特製で太麺を使ったこちらのメニューと、あとつけ麺をね、食べていこうと思っております。早速食べていこうかな。いただきます。スープ、うまっ。アゴが効いてるわ。チャーシューと、うまっ。軽食券さんね、僕もほとんど結構混ぜそばとか濃厚系のメニューをいただいてることが多いんですけど、こういった淡麗系のうまいやつもね、いっぱいあるんで、ぜひね、こっちもちょっと食べに来てください。ありがとうございます。来た。見るかな、これ。こっちが太麺のタイプね。すごい、うまそう。まずこっちから伸びる前に、続いてこれ見てほしいんだけどね、レアチャーがね、炙りに変わってる。あとワカメとかも入ってるし、ちょっと違うね。見える、うまそう。炙ると全然違うわ。
と思わないけど、半熟の味玉でございます。うん、うまい。心の味盛りそばでございます。ちょっと腕前が1キロある麺がね、麺うまい。漬け汁がね、基本のそのちょっと甘めの醤油ベースな感じなんだけど、そこにね、まあ豚骨とか入ってて、これがね、うまいんだよね。あんまり塩分は強くないから、これは麺をね、こうどっぷりつけた方がうまいと思う。
スルスル入っちゃうな。うまもちろんお店に割りスープあるんですけど、ちょっとね、麺量多かったからもう十分薄まってるんで、ちょっとこのままいただきます。うまかった。そうです。